カート・ブラウニングは、カナダ人の男性フィギュアスケート選手で現在は、プロスケーター兼振付師、アイスショーのスケーターである。また、アイスホッケーの名選手でもある。1988年カルガリーオリンピック、1992年アルベル・ビルオリンピック、1994年リルハンメルオリンピック男子シングルカナダ代表、1989年、1990年、 1991年、1993年、世界フィギュアスケート選手権優勝。身長170センチメートル。体重65キログラム。現在は二人の息子を持つ父親である。1988年世界選手権において、ISU 公式戦で初めて4回転ジャンプを成功させた選手である。1985年のカナダジュニアフィギュアスケート。 選手権優勝。1987年世界フィギュアスケート選手権に初出場し、15位。1988年カルガリーオリンピックに初出場し、8位。同年のブダペストで行われた世界フィギュアスケート選手権では6位となるが、フリースケーティングで史上初の4回転ジャンプをオーバーターンしながらも成功させた。この偉業はギネスブックにも記載された。 1989年、パリで行われた世界選手権で、再び4回転ジャンプに挑み両足着氷を決めながら、初優勝を飾る。続く1990、1991年の世界選手権でも優勝を果たし、3連覇。1990年、カナダ勲章受章。1992年、アルベールビルオリンピックで6位入賞。百九十三年、 世界選手権で優勝。1994年リレハンメルオリンピックで5位入賞。プロ転校後はスターズ・オン・アイスのトップスターとして長く活動。世界プロフィギュア選手権等でも華々しい成績を挙げた。カナダ・エドモントンで開催された1996年世界フィギュアスケート選手権では長年の功績を称えてエキシビションに招待され演技を披露した。 ジャンプ以外の要素も極めて高いレベルで全てこなす名選手である。若ゲがチャームポイント。またプロスケーターとして活動する傍ら、振付師としても活動し、本田武タの2002から2003年シーズンのショートプログラム単語の振付を担当した2007年世界フィギュアスケート伝道入り、ありがとうございます。